前編がんなどの慢性疾患の原因は根本的には東洋医学でいう基地の乱れです。よってがんの身体的治療の根本原理は血液の浄化です。あらゆる細胞は血液にさらされているからです。血液浄化の方法論ががんの治療法となります。血液の汚れとは 血液の質の低下と血液循環の停滞が全てでありしたがって血液の浄化は血液の質の向上と血液循環の改善を行うことで実現されます血液の質を良くするには方法は2つあります呼吸の改善と食事の改善です血液循環を改善する方法も2つで 運動にによよるる方方法法と皮膚の刺激による方法です。これら4つの方法を同時進行的に行えば相乗原理により素晴らしい効果が現れてきます身体的治療法肉体的治療法呼吸法血液の質の改善食事療法血液の質の改善運動療法血液循環の改善 皮膚刺激法・血液循環の改善